アロマの学校とサロンキラキラプレゼンツ、おじさんの知らない魔女の話。この番組はアロマセラピストで放射線技師のブラックキラキラちゃんマーヤと、ハイチチ担当マユユでお送りする、あんまりためにならないメディカルでアロマな番組です。こんにちは、まゆゆです。こんにちは、まーやです。はい、はい、令和が始まりましたよ。はい、どうですか、どうですか、どうですか。いや、変わらないんだけどね。はい、でもなんか生きてる間に2度も開園があるとは思わなかった。そうですね。あ、でもどうだろう、うん、ね、平成は短いだろうなと思ってたけどって、はい、でもお祝いムードで、はい、いいですね。うん、はい、でそんな令和初、はいはい、おじまじょは、はい、マユチャレンジです。はい、相変わらずアンチョコ一杯ありますけど、はいはい、今日のテーマは何でしょう。レモングラスで、はい、レモングラス、はい、はい、なんかツイッターの方に、そうですね、コメントをいただいて、はい、ちょっと夏が来る前に虫が嫌いな香りのレモングラスをちょっと知りたいっていうことをコメントいただきました。そうなんですね。はい、ありがとうございます。基本的に、ツイッターのハッシュタグであったり、コメントだったりっていうのは、はい、お名前を出さずに、はい、参考にさせていただくことになります。はい、で、もしお名前呼んでもいいよって、トークテーマこんなの、私が書いたよっていうのを、ぜひぜひ送っていただきたいので、はい、その場合は、キラキラちゃんにお手紙、はい、ブラックキラキラちゃんにお手紙、で、検索をしてもらうと、はい、専用フォームが出てきますので、はい、そちらからお願いいたします。はい、さあ、という宣伝を挟んだところで、はい、じゃあ今日のマユチャレンジ、行ってみましょう。はい。はい。マユユチャレンジ。じゃあ早速、レモングラスについてちょっと話したいなと思います。レモングラスは、まずイネ科の植物で植物で、葉っぱから水蒸気蒸留法で取られます。で、レモングラス、イネ科なんですけど、ほんとイネの葉っぱみたいにシュッて伸びた、よく尖った葉っぱで、よくですね、タイ料理とか、でもハーブとしてですね、こう、ハーブとしてよく使われるので、まあ見たことがある人も多いんじゃないかなと思います。香りはですね、レモンに、ほんと、ちょっと草っぽい香りを混ぜたような香り。なんかレモンとなんかちょっと渋い感じですかね。まあ、干し草を思わせるような香りと言われてます。で、先ほど言ったように、トムヤン君とかですね、あとはハーブティーとしてもよくレモングラスは飲まれていて、食べ物のですね、消化とかを促進してくれたりとか、こう、ガスを体内から出してくれるので、よく食後に食べられたり飲まれたりします。でですね、レモングラスは、こう、インドで感染症を治したりとか、まあ、熱を下げる、下げるものとして、まあ、これらの治療にも利用されてきたそうです。で、まあ、これらっていうのは、まあ、これら菌に汚染された水とか食べ物を食べることでかかる感染症になるんですけど、まあ、下痢とかですね、嘔吐とかによく効いたっていうふうに言われてます。あとはですね、母乳の出を良くするそうで、インドではそういうふうになのも、インドではそういうふうにも利用されてきました。ね、やっぱり料理とかハーブティーに利用されるだけあって、精油もですね、同じように消化促進の効果があります。で、元気がない時とか、食欲ない時に、このレモングラスの香りを嗅ぐと、こう食欲が湧いてきて元気が出るっていうふうにも言われてます。あとはですね、よく、こう、鎮痛作用って言って、ま、痛みを和らげてくれる作用があって、こう、血液のですね、流れを良くするので、筋肉痛だったりとか、まあ、肩こりとかにいいよってよく言われますね。で、このレモングラスなんですけど、まあ、葉っぱから取れるんですけど、まあ、レモンのような香りがしてるのは、まあ、成分でシトラールっていうものが入ってる
からですね。ディストラールがこのレモンっぽい香りを作ってます。で、このレモングラスもう一つ、シトロネロールっていう成分があって、これがですね、虫が嫌いな香りっていう風にされてます。で、よくですね、雑貨店とか、虫除けスプレー、今結構オーガニックの虫除けスプレーってよく売られてるんですけど、それによくこのレモングラスが使われています。で、それはさっき言ったシトロネロールっていう成分が入っているからで、あとはですね、この同じシトロネロールが入っている精油としては、ユーカリレモンだったり、シトロネラっていう精油。あとはですね、メリッサにもちょびっと入ってます。あとはゼラニウムですね。このような香りがよく本当にオーガニックの虫除けスプレーとして作られる精油。オーガニックのスプレーに入れられる精油としては、こういうのがよく入ってます。あとはよくラベンダーとかも入ってますね。はい。ですね。でもこのレモングラスなんですけど、結構皮膚刺激があるので、精油で例えば、虫除けスプレーとかじゃなくて、体にオイルの中に精油入れて、塗るときとかは、ちょっと濃度が、低くした方が皮膚に刺激がなく使えると思います。はい。ではっていうか。とですね、虫除けスプレーの作り方をここで紹介します。ですね、虫除けスプレーすごく簡単で、スプレー容器100均とかにも売っているので、それを利用してもらったらいいと思うんですけど、例えばですね、50ml のスプレー容器があったとしたら、お水はですね、やっぱり水道水とかよりも、精製水とか、飲料水がいいんじゃないかなと思うんですけど、スプレーで、そうですね。やっぱり精製水か飲料水の方がいいと思います。で、50ml を容器に入れてもらって、精油は大体ですね、1% の濃度が皆さん安心して使える濃度っていう風に言われてますので、1% だったら10滴精油を入れてもらったらいいと思います。ただ小さいお子さんとかですね、は、やっぱり、ちょっと香りに対してまだ抵抗力とかがなかったりするので、滴数をちょっと減らしていただいた方がいいと思います。で、精油は水に溶けないので、最初にですね、薬局とかによく売ってる無水エタノールっていうのがありますので、それにですね、精油を入れてよく溶かしたものを水と割って、そしてシャカシャカ振ってもらったら、虫除けスプレーの出来上がりです。ぜひ夏前に作って虫対策してもらったらいいんじゃないかなと思います。以上です。はい、お疲れ様でした。はい、はい、聞きながら今ちょっと私も確認しつつ、はいなんですけど、はい、レモングラスの成分をせっかく話してくれたんですが、メインは、何でした、はい、メインはシトラール。うん、そうなんです。シトラール。はい、で、シトロネロールって間違った。ロールじゃなくてラールかなって。科学に詳しい方はご存知だと思うんですけど、はい、語尾でね、成分って少しグループ分けができるんですね。はいで、シトラールとかシトロネラールと呼ばれる R で終わるグループっていうのは、アルデヒドと呼ばれる成分になりまして、レモングラスはこのアルデヒドがほとんどなんですね。はい、8割ぐらいがアルデヒド、はい。で、さっき出てきたシトロネロールってなると、アルコールというグループに入ってしまうので、アルコールはおそらくほとんど入ってない。1%、2% じゃなかったか。はい、ゲラニオールが入ってるか。はい、ちょっと、産地によるんですけど、多分、
どっちだっけ、に東インド産の分がゲラニ、はい、ちょっとその辺私もあるし、ゲラニオールが確か入っててっていう、はい、アルコールは少ないので、はい、訂正としてはシトロネラールじゃないかなというところですね。はいはい、で虫除けの成分もこのアルデヒドなんですよ。はい、アルデヒドが入っててレモン、まあレモンっぽい香り、うんうん、でシトロなんとかっていうのは、はい、レモンのことシトロンって言ったりするんですけど、はい、うんうん、そのレモンっぽい香りを代表するのがこのシトラルとかシトルナルという成分ですね。はい、まあ虫よけにぜひっていうんですけど、うんうん、私ね、自分が虫かと思うぐらいこのレモングラスが嫌いなのよって、うん、そうなんです。だからね、普段の使ってる精油ボックスの中にも、はい、アルデヒドが多いものはほとんど入ってないですね。うん、で、もう一つはね、刺激が気になるっていう方結構いらっしゃるので、はい、肌が弱いとか痒くなりやすい、うん、特に草負けとかしやすい方とかにはあんまりおすすめしないです。はい、あと香りが強いんで、うん、まあ好きな人はいいですよ。うんうん、好きですか？あんまりですね。ハーブティーはすごい好きなんですけどね。だからね、虫除け虫除けって言って、レモングラスすごいみんな使いたがるんだけど、うん、他にも虫除けになる精油きっとあると思うんですね。はいはい、うんうん、何に使います？虫除けとしたら。私、ゼラニウム入れますね。うん、そうですね。ゼラニウムもいいかなと思いますし、はいはい、まあ、ゲラニアールが若干入ってるね。はい、うん、あとは、何があるかな。レモン？レモン。レモンはアルデヒド少ないですね。そうそうそう。レモンの香りがするのに、レモンはアルデヒドが少ないっていうのもちょっと面白いところですね。うん、そうですね。アルデヒドから離れるのは、長寿はなんかわかる？長寿？わかんないです。クローブ。あ、クローブ。うん、まあ、はい、クローブも独特の香りなんですけど、長寿を油に漬け込んで、はい、取って、とか、あとアルコールに漬けてもいいかな。はい、うん、すると、割といい香りが取れるので、長寿のスプレーとかでも虫除けになります、はい、まあ。いくつかブレンドされるといいかと思いますね。うん、はい、で、まあ、同じくアルデヒドが多いものとして、どんなものがありますか、精油。アルデヒド、メリッサ、うん、とか、まあ、ユーカリレモンとか。ユーカリレモンとか。あとは、そうですね。何がありますかね。うん、私もあんま好きじゃないんだけど、まあ、最近私の、はい、お気に入りは精油だと、はい、匂い拳だったりとか、はい、あと、山椒。あ、山椒もそうなんですか？山椒めっちゃ、あ、ちょっと、あとで買おうって。はい。っていうか、持ってこうかって思ったけど。嗅いだことあります。うん、いい匂い。山椒。ほんと山椒。山椒も、すごいレモングラスと同じような、アルデヒドですね。あ、まあ、和の精油が、もして、まあ、ちょっとお値段張りますけどね。はいはい、そういうのも虫除け。うんうん、あと、虫除けスプレーの作り方なんですけど、突っ込んでいいですか？はい。いやいや、作り方だったら水に精油入れるかなって思うので、順序立てて話しましょうか。最後に無水エタノールが出てきましたもんね。そうそう、やり直し。もう一回、じゃあ、作り方、言います、はい。まずですね、準備するものは、ま、容器ですね。スプレー容器。そして、精製水、または、飲料水。水ですね。で、無水エタノール。はい、そして、精油になります。はい。で、まず最初にですね、無水エタノール。まあ、精油が溶けるくらいの量でいいので、まあ、ちょっと。そこがわかんないですよね。まあ、50ml の分だったら、まあ、容器で言ったら、まあ、4分の1くらいですかね。5分の1くらい、うん、適当。だいたい 10% って言うんですけど。5分の1。多いね。いや、5分の1は 20% だから。計算できてない。10% です。なんか、50ml だったら、5ミリか。5ミリ。うん、ですね。5ミリの、まあ、無水エタノールをまず入れてもらって、そこに精油を入れます。はい、で、まあ、10滴、1% の濃度にするんだったら、まあ、10滴ですね、はい。10滴入れて、それをよく混ぜます、はい。で、混ぜた無水エタノールを、精製水または飲料水に混ぜて、シャカシャカ振って、出来上がり。
そういうなんか容器いっぱいいるね、考えたら。そうなりますね。いや、容器に入れればいいんじゃない。そう、ということは、50ml の容器に 5ml のまずエタノールを入れます。はいはい、で、まあ、虫除け効果のあるもの、はい、好きな精油合わせて全部で10滴入れましょう。はいはい、そして、50ml になるとこまで、精製水を入れてもらって、うん、シャカシャカ振ったら、容器1個で出来上がります。本当ですね。いや、作ってるよね、普段から。作り方はそうですね。それを説明するってなると、なんか、容器がどんどん増えました。うん、なんか、さっきのだと、何、ビーカーがいるとか、思いました。何入れるみたいな、はい、あのそんなにたくさんいろいろ使わなくてもできるよって、はい、いうとこがいいとこじゃないかなと思います。はい、はい、そっか、虫除けか。はい、はい、あ、じゃあぜひこの夏は、はい、虫除けスプレーを皆さん作っていただいて、はい、蚊に刺されないようにしていただきたいと思います。はい、はい、じゃあ今日はこの辺でお会いしましょう。はい、まあ、次回何か話してもらいたいことあったら募集してますのでよろしくお願いします。こんな眉毛に話したいことがある人いるんですかね。うん、ぜひお願いします。ツッコミ役のまやでした。ありがとうございます。ありがとうございます。5月はトークテーマを募集しています。ブラックキラキラちゃんにお手紙で検索をしてフォームから送ってください。フォームからの受付限定です。マーヤとマユユに聞いてみたいこと、ぜひ教えてくださいね。